どうもこんにちは。今日はですね、私の病気改善報告っていうことをしていこうと思います。今日のテーマはですね、こちらですね、主婦失神でございます。主婦失神ですね。まあ今なりますとだいぶもう落ち着いてはいるんですけども、かれこれ3週間ぐらいずっと悪い状態が続いておりまして、まあ、ぶっちゃけた話、ステロイドなんか使ったりとかもあったんですけども、全然改善されませんでした。で、以前にですね、まあ、主婦失神の原因が、まあ、血流が悪いからっていうところもあって、まあ、血流を良くする方法なんていうことも話したことはあったんですけども、実際それを今やっていたんですけども、まあ、良くならなかったわけですね。で、まあ、薬を塗ったりとか、いろいろやってみたんですけど、全然良くなりませんでした。で、まあ、私自身ですね、まあ、その主婦失神になってからっていうのは、そうですね、6、7年ぐらいは経っているんじゃないかなと思いますし、ひどい状態になった回数でいくと、おそらく20回、30回では効かないぐらいの状況でございます。で、最近はですね、まああんまり起こらなかったんですけども、今赤ちゃんが生まれたりとかで、食器洗いっていうのが私の担当になったっていうこともあって、寝不足とかストレスとかいろいろ含めて、まあ主婦自身が起こってしまって、それが長引いてこじれてしまったと。で、具体的にじゃあですね、どういうことをやって良くなったかっていうとですね、もう本当に簡単な話です。あの、ゴム手袋です。で、ゴム手袋にして、これ3日目なんですけども、もうかなりひどい状態だったんですけども、一気に状況が改善して、し始めてきました。で、ゴム手袋にする前ぐらいからもう、ステロイドなんかも全然やってませんので、もうまさに、ゴム手袋にしたから、まあ、いきなり良くなってきたっていうことが言えるんじゃないかなというふうに思います。なので、以前から話しているような血流を良くするとかですね、そういう方法っていうのは確かに、いいわけなんですけど、一回こじれてしまった場合はですね、やはり基本の基本に戻ってですね、直接、まあ、湿疹の部分に、水が当たりにくいとかですね、洗剤に当たりにくいっていうことをしていく必要があるなと今回、本当に分かりました。特に私はもう男性なので、これちょっと暑い時期になると、まあ手袋するのは正直不快ですし邪魔くさいっていうことがあって、あと水で洗ったら、まあ、気持ちがいいっていうことで、手袋をずっとせずにやってきた結果、3週間連続で悪化し続けると。で、薬を塗っても全く改善しないっていう状況が続いていましたが、ゴム手袋をしたおかげで、まあ他はですね、その血流を流す、まあ、血流を良くする習慣だったりとか、健康の運動習慣だったりとか、食生活を気にしたりっていうのは継続してやっておりますので、まあ、それで劇的に良くなってきたんじゃないかなというふうに思いますが、やっぱり重要なのは、まあ、洗剤が手にかからないっていうことがまず基本中の基本なので、ここをまず気をつけていかないといけないなというふうに再認識したので、それをお伝えしたいと思いました。で、まあ、主婦自身が悪くなった時ですね、ひどい状態になってから、ゴム手袋をすると、経験ある方多いと思うんですけど、逆にかぶれて痒くなるっていうことがあります。まあ、人の中ではゴムアレルギーっていうアレルギーを持った方がいて、ゴム手袋をしたりすると、まあ、赤く、まあ、痒くなってくるっていう症状を持つ方もいらっしゃるようですけど、私はゴムアレルギーでは本来はないんですが、湿疹がひどくなって手が荒れてしまった状態でゴム手袋をすることによって、かなり逆に痒くなったりとかっていうことを
何度も経験していますんで、一番大事なのはですね、まあ、隙を見せずに普段から手がきれいな状態の時からやっぱりゴム手袋は必須だっていうことです。で、もし仮に、まあ、ひどい状態になってしまったと。で、私のようにゴム手袋をしたいんだけど、ゴム手袋をするとやっぱりかゆいっていう場合、どうしたらいいかっていうことなんですけど、すいません、実物が今ないのですけども、ゴム手袋っていうのはこういうゴムというか、材質なんですけど、こういうビニール袋、素材みたいなやつですね。よく100均とかでも売ってると思いますけど、あの使い捨ての頼りない、ビニール手袋っていうのがあるので、それで対応していただくといいと思います。私もあの、手荒れがひどい状態の時っていうのは、ゴム手袋をすると余計痒くなるので、そういう時は、あのこのビニール地のビニール手袋を、したり、して、まあ、患部に洗剤が、まあ、触れないようにしたりっていうことをしていましたので、それでかゆみがまだマシだったっていう経験があるので、まあ、そういうことを試してみていただいたらいいかなというふうに思います。で、まあ、今回は本当に、まあ、夏場だったからっていうこともあると思います。夏場だったから、まあ、治りなんかも早いと思うんですけど、これから寒いシーズンになってくると、一回こじらせると、本当になかなか治らない状態になると思いますので、皆さんもこれから、まあ、今のシーズンからですね、ゴム手袋をする習慣なんかを、もう一度再認識していただければと思います。私のように、暑いからといってとか、水を使うと気持ちがいいからと言ってですね、手を抜いてしまうと、やっぱり手不振が再発してしまいかねませんので、気をつけてください。あと、そもそもまあこうなった原因っていうのは、おそらくまあ赤ちゃんがやってきて、まあ、寝不足だとか、ストレスだとか、そういったものが、まあ、仕事が忙しいとかですね、そういったものが重なって起こりやすい状況になってきていると思いますので、もしそういうのが、まあ、主婦自身で悩んでらっしゃるっていう方は、本当にまずは、安静にしていただくっていうか、休憩していただくですね。きっちりと、休んでいただくっていうことをまず前提にしていただいて、で、ゴム手袋は必須と。いうことでやっていただけると、まあ発症率でいうとかなり下げることができると思いますので、やっていただければと思います。まあうちはですね、実はあの食洗機なんかがあったりするんですけど、まあ今のシーズン邪魔臭かったりとか、手荒れだっていうにもかかわらず。水で洗ったりということで悪化させてしまったっていうのはちょっと恥ずかしい限りでございます。今後も、手不振にならないようにまあ、自分の中で手袋は必須っていう基本を忘れずにやっていこうと思いますので、皆さんも一度、まあ、手不振になりかかってるっていうことであれば、一度ゴム手袋試してみていただければと思います。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。